バイクフライデーの自転車バイクフライデーとは、アメリカ合衆国オーレゴン州有事院に本拠を置く、グリーンギアサイクリング製造の折りたたみ自転車。通常のスーツケースの中に入る自転車として有名で、通常は顧客の要望に応じて、オーダーメイドで作られる。車輪のサイズは16インチ HE から20インチをまで、自転車の種類によって異なる。材質は、クロムモリブ電工が使われる。 通常の自転車の範疇では、ロードバイクから、タンデム、リカンベントまでに対応するモデルが存在する。基本的に製作は使用者の体プを計測しての、オーダーメイド。自分で計測するか代理店が、その対応を行う。また車輪が小さく、オーダーメイドのために、既存の自転車では全くサイズが合わない、極端な高身長、低身長のものでもバイクフライデーは、対応可能である。 またグリーンギアサイクリング社ではオーナーとの情報交換の場もしばしば提供しており製品に関する質問やバイクフライデーでの旅行に関する質問旅行先の情報などをオーナーたちとあるいはオーナー同士が交換することも多いまたグリーンギアサイクリング主催のバイクフライデーのオーナーたちのためのイベントも定期的に開催している折りたたみ方法は 完全に部品がつながったまま折りたたみになるというより、分解に近い。また折りたたんだ状態では自立しない。これも、基本的にスーツケースや、自動車のトランクルーム、クルーザーヨット等に収納することが前提として考えられているためである。しかしながら、日本での和行の使用にも何ら問題はない。またバイクフライデー専用スーツケースは改造すれば、トレーラーとして牽引でき。 そのためのキットも販売されている。さらに2007年には従来のバイクフライデーの車種と異なり、短時間で簡単に折りたためる新モデルのティキットも発表された。フレーム内部にワイヤーを通した独特の折りたたみ機構を採用し、折りたたみ時には一切の工具を必要としないばかりか、ネジを緩める等の操作もいらず、世界最速の折りたたみ自転車を謳っている。 バイクフライデーの特色として一番に挙げられることは、その走行性能である。その性能は、アメリカ、イギリスでの自転車競技に関わる業界の著名人も、絶賛しており、またバイクフライデーを使ってブルベなどの超長,長距離、サイクリングイベントや、大陸横断を含むキャンプツーリングに出かける例もしばしば見られる。またギネスブックに、世界一旅行をしてきた人として認定されている。 ハインツ・シュトゥッケも、ひとじき、バイクフライデーを使用していた。ロム優勝者、ロンハルデマンの写真、イギリスのツール解説者、フィルリジェットの写真、ハインツ・シュトゥッケの写真。ありがとうございます。